ショイコでボッカをする山小屋の従業員。これは荷物が少ない例。ベテランのボッカは、しばしばみかん箱4から7箱ほどの荷物をショイコに、高々と積み上げて、荷物の大半が自身の頭の上にあるような状態で運ぶ。写真の人は腕を広げているが、荷物が多い時は腕を体の前で組んで、 軽い腕組みをするような状態で歩くことも多い。ぼっかあるいはぼっかとは荷物を背負って山越えをすること。特に山小屋などに荷上げをすること。またそれを職業とする人。ぼっかは人が背中に荷物を背負って歩きで山などの自然の中を運ぶことである。 ボッカは、日本では一般に、しょいこに箱詰めなどした荷物などを何段にも重ねて乗せ、そのしょいこを背負って運ぶ。なお協力あるいは合力は、ッカも行う。ただ協力は登山案内も行う。ヒマラヤ山脈等のシェルパも、重い荷物を背負って運ぶこと、つまり、ッカを行う。アフリカや、 南アメリカでは荷物を紐で額に引っ掛けて、背負って運ぶ人々がいる。書籍を用いる時の運搬量書籍を用いると大量の荷物を運ぶことができ、牧家の一回の運搬量は一般に数十キログラム。時には100キログラム弱になることもある。 日本では多くの協力が活躍していた富士山や立山では 100kg を超える荷物を背負って標高3 0 0 0メートル程度の高所まで登る者もいた。新田次郎の小説協力伝は展望寿司地盤を標高2 9 3 2メートルの白馬岳山頂に白馬大設計ルートで担ぎ上げた協力の実話をもとに書かれているが、 この展望寿司地盤というのは加工岩製で実に重さ50巻の部分が2基、さらに、おぜにてかつて日本ではどの地方でも広く見られたが自動車の普及や道路、鉄道の発達、人件費の高騰などから徐々に減少し、20世紀後半には直接自動車道が繋がっていない山小屋などの場所に物資を運搬する時のみに使用されるようになった。しかもその後、 山小屋へもヘリコプターで運ぶことが徐々に一般的になり、牧歌の仕事はさらに減ることになった。牧歌の仕事で生活しようとする若者はほぼいなくなり、もともと牧歌の仕事をしていた人も年を取り退職し、数が減っていったのである。現在、牧歌を専門職とする人を一年を通して見ることができるのは、オゼのオゼガ原地区のみとされている。 ただし山小屋の従業員やアルバイト従業員が臨時に牧歌の仕事をすることは現在でも各地の山域で見られる。また、かつては山岳の山頂に測量のための標石を設置する際にも測量技術者などによって牧歌が行われていたが、昨今では新たに標石を設置、交換することは稀なので、この牧歌が行われることは稀となっている。 ただし、測量の際には技術者が山頂まで徒歩で測量機材を運ぶことがあり、こうした牧歌は今でも行われることがある。また、山岳での高層気象観測も機会が減りつつある。上に山小屋向け運搬同様に多くの場合、 山の仕事。